目沢化粧候補の政策、飯山から長野県に明るい希望を広めていっていただきたい。ぜひぜひ江沢気象候補頑張ってください。応援にやってまいりました長野から、勝手に江沢気象応援隊隊長小泉一馬でございます。江沢気象候補はね、中山間地活性化地域おこし協力隊員活用していくよ、江沢気象候補の政策、これぜひやっていただきたい。国が財源はね見てくれます。そんな地域にね地域おこし協力隊員が一人入ったから何が変わるんだ。そうじゃないんです、皆さん、変わるんですよ。突破力を持った若者が一人地域に入ることが地域を変えていく原動力になれるんです。長野市年間10人地域おこし協力隊員取ってます。変わってきてますよ、見てください。で、江沢気象候補はねそういう現場を見ているから皆様に自信を持って政策を提示している。で、江沢気象候補はね元総務官僚だけどデスクに座ってふんぞり返ってるタイプの官僚じゃないんです。現場を見て歩く。小泉がね、私が江沢候補と知り合ったのも7年前の篠野井駅前、軽トラ駅です。だからすでにね、その時飯山で軽トラマルシェできないか、そういうアイディアがあったんです。現場を見ながら総務官僚の全国の視点の知恵で飯山を考えられる。どうか皆さん、江沢気象候補、人格識見に富む、政策立案力に富む、現場を踏む飯山に SL を持ってきた実行力の人、江沢気象候補、皆さんの力で応援お願いいたします。 SL を走らせたい。部下にやらせるんじゃないんです、命令するんじゃないんです。自分が動いて飯山線に SL を走らせた方じゃないですか。だからね、自信を持ってSL で観光資源として飯山活性化できるんだと、江沢候補は政策自信を持って皆様に提示できるんです。はい、江沢気象候補ね、やはりね人間的にもね魅力がありますよね。話していてねなんか落ち着く、ホッとする、そしてね優しい、あの笑顔ね、優しい目ね、江沢気象さんの、そんな人柄に私たちは惚れ込んで勝手に応援させていただいております。だからね、江沢戦隊じゃないんですけどね、だけど江沢気象候補のね政策は外から見ていても面白い。新幹線の前にね、新幹線の駅の前、飯山駅の前にリゾートホテルじゃない、もう何年も呼んでるけど来ないんだから IT の学校を作る。これはねいいなと思いますよ。もともとねこの地域、長野県の北信っていうのは IT 産業集積してるんですよね。すでに下地があるんです。その強みをさらにさらに上げていこう、アップさせていこうというこの江沢気象候補の政策、ぜひぜひ飯山から実現していただきたい。そしてね、飯山だけではない、北信一帯の長野県としての強みにして生きていただきたい。江沢気象の候補、江沢気象の候補じゃない、江沢気象候補の応援やってまいりました。でね、 IT 産業のねいいところはね、大きなメーカーも地方にね今進出する機会をね伺っている。長野市見てください、アソビズム、スマホのゲームの大メーカーが来ました。ブランチオフィス、大手社長も長野に来てます。そういうね、江沢気象候補の IT 産業の活性化によって東京の大都市の IT 産業が呼び込めるチャンスが増える、その素地を、下地を作っていくのが江沢気象候補の政策、 IT 産業活性化、飯山駅前に学校を作ろうというこの政策です。
地域の強みを生かす、そしてね、どこでもできるインターネットの線が一本つながっていさえすれば、飯山でも日本でも世界のどこでもできる産業、飯山市に持ってこよう。それがね、飯山市の明日を開く活力になるんだ。ぜひぜひ江沢岸夫候補の信念とこの政策、実現させていただきたい。お願いいたします。